この154センチっていうちょっと低身長なんですけど、その低身長だけど背が高く見えるって言ってもらうことが多いので、私なりの背が高く見える方程式だったり、メイクとかヘアアレンジとかモード系も撮っていただいたので、本当に盛りだくさんになってて、メイクとかあんまり発信したことないんですけど、実はちょっとこだわりがあったりとか、やっぱ人それぞれ顔が違うので、私の私服ももちろん載ってますし、はい、本当にこだわりを詰め込みました。嬉しい。詳細はね、また10時、今日の22時から予約開始なので、公演でもね24時って言っちゃったんですけど、伝達ミスで22時だったみたいです。22時から予約開始なので、皆さん10時になった瞬間もボタン連打して予約してくださいお願いします。これ発売しますって言って載せた写真は全然スタイルブックと関係ない写真で、なのであれは入ってないです。全然違うです、全然違うです特典だったりそのイベントだったりも考えたりしてるので、それも多分22時にアップされると思います。あ、4月3日になってる。え、4月3日ですよ。え、4月3日ですよね。4月3日ですよ。はい、22時にまた私も更新しますね。はい、そしてここからもですよ。なんと、ん、どういうこと？あ、4月3月、ほんまや、全然気づかなかった、ありがとうございます。日4月3日なんか、あ、4月3日です。ありがとうございます、教えてくださって。あ、そうで、6月にはグラビアモデルでのスタイルブックを出させていただきます。あれですね、私のこのずっとグラビアとかたくさんさせていただいて、表紙もねありがたいことに何度かさせていただいたりしてたので、このグラビアでもグラビアとしてもスタイルブック出すことができてめっちゃ嬉しいです。なんともう2冊発売です。こんなことありますか？めっちゃ嬉しい。うん、まあ夢ですよね、多分私夢見てます。はい、エスカワイさんから出させていただきます。はい、2冊出させていただきます。書いとこ、いや文字制限で無理かも。2冊発売するので、皆さんどっちもぜひゲットしてください。私はもうまだ全然そのね、本当にモデルさんとしてはもうマジで全然まだ何もできてないので、ここがほんまにスタート地点にスタッフさんに立たせてもらったって感じなので、ここでちゃんと結果を残せるように頑張りたいなと思います。
アイドルしててグラビアもできてモデルもしてる人っていないらしくて、今のところ、今ね、現在、はい、グラビアでもアイドル NMB でもそのセンターさせていただいて、グラビアもたくさんさせていただいて、次は夢だったモデルのお仕事を頑張りたいなと思います。予約してください。22時からです。お願いします。三刀流アイドル、三刀流お楽しみに。嬉しい、ほんまに。だからまだね、女性のファンの方とかあんまりまだ少ないと思うので、私のことを知らない女性の方にも、そして男性の方にも知ってもらえるきっかけになったら嬉しいなって思います。ゾロ、うわ、めっちゃ嬉しい。ゾロゾロ好き。嬉しい。皆さんどうでした？当たりましたか？予想外れたでしょう？いや、完璧に当たってる人はね、いないと思います。だってまさか2冊も発売するって思わなかったですよね。はい、どっちも私のスタイルブックですね。超西レイのスタイルブックです。2冊、イエイ。はい、ねえ、2冊ってほんまになかなかないですよね。ほんまにあり、感謝の気持ちでいっぱいです。嬉しい、ありがとうございます。撮影は、はい、まあ、待っててください。れいちゃんのスタイルブックです。穴が開くほど見ます。ほんまにお願いします。穴が開いた時用の予備もぜひお家に置いておいてください。嬉しい。写真集から2年ですかね。2年で2冊もありがたい。まだね、画像とかもまだね解禁されないので、ちょっと待っててください。なんかそのモデルさんとしても、そのね、今回ファッションスタイルブックっていう形でやらせていただいて、でもその私が今までグラビアをたくさんしてきたっていうのを知ってくださってるので、それも生かそうって、それも生かしてくださって、6月にもありがたいことにグラビアスタイルブックを出させていただくことになりました。グラビアでのスタイルブックですね。そうですね、あんまりそのグラビアもいっぱい出させていただいてたんですけど、そのほんまに私はほんまに自分のスタイル体型とかに自信がなかったので、今は皆さんにたくさん買っていただいたりして、見ていただいたりして、自信は前よりはついたんですけど、だからなんか自分がしていることとかに自信がなくて、その発信とか全然してこなかったんですけど、ここで6月のでそういう発信もできたら、できたらいいなって思います。
い。でもあのここからなんだよほんまに。ほんまあのこれももうスタート地点に立たせてもらったっていう方なんで、それは一緒にちょっと感じてもらえ、そういう風に感じてもらえたら嬉しいなって思います。私はそうなんです、ここで頑張らないとスタートも切れないと思うので、スタート切れるように応援お願いします。結構すぐですよね、4月3日ちょうど1ヶ月後ぐらいですね。1ヶ月後の昨日、いやまさか私もスタイルブックを出せるなんて思ってなかったので、モデルさんにはなりたいと思ってたけど、そのスタイルブック出したいってあの出せるってまずその思ってなかったので、脳みそにもなかったんですけど、そんな夢みたいなことが叶いました。嬉しい。予約しました。あれまだ予約できないですね嘘ついた。22時から予約開始です。あと30分ぐらいですかね。そう、そして今日もね、あの木下選手が見に来てくださってたんです。すごい、2回 N も M も制覇ですね。嬉しい。そうなんです。はい、またあの予約できるようになったらあの載せますね、 URL。 そうなんです、抽選であの自分で当てて来てくださったんです。2回目ですよ、嬉しい。あ、いらっしゃる。本物ですか。わあ、ありがとうございます。めちゃめちゃ楽しかったです、ありがとうございます。特典付きもあるって出てましたか。もう関係者席でもないんだ。そうなんです、この前の N も今回の M も当ててきてくださってたんです。嬉しい。ダン、あ、そう、ダン初披露でした、昼公演で。あ、エスカーさんのツイートで、あ、もう出てるんですね。そう、特典もあります。はい、特典はもう絶対つけたいって思ったので、特典付きイベントあるってツイートしてて、はい、イベントもありますどこまでやっていいんかちょっと分かんなくて、はい、イベントもあるので。そう、前初心者の時はそのほんまに真っ最中だったので、コロナ禍だったのでオンラインやったんですけど、今回ははいイベントあるので皆さん来てください。そして予約も10時からよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。木下選手1位、ほんまやありがとうございます。すごい乗ってる、ありがとうございます
嬉しい。1位ですよ。写真スクショしとこう。みんなでスクショタイム。ありがとうございます皆さん。あ、投げてくださった。ヨッシーさんありがとうございます。クマ、あ、クマや、クマいた。変わったと思ってたけどちゃんとクマなんや。クマありがとうございます。え、木下選手クマさん投げてた。ほんまですか。え、だから1位なんですか。はい、え、嘘ですごめん。ありがとうございます。1位にずっといてる。最高とクマ投げてる。ありがとうございます。クマ、クマ最高、ありがとうございます。木下選手、あの4月3日に私スタイルブック出します。ぜひゲットしてください。はい、またなんかイベントとかあったら直接落としたいですね。4月6日にワンワンのオンラインイベント、あ、出てた。すごい、みんながもう情報を提供してくれる。ありがとうございます。わかりました、予約しておきます。やったー、ありがとうございます。あの今、あれもしかしてここのお嬢さん、もしかして今度あのスタイルブック発売されるジョニシルエさんですか。はい、何月と何月と何を発売するんですか。4月3日にスタイルブックを発売させていただき、何ですか、何ですか。まだちょっと分かんないんですけど、6月にはあのグラビアでのスタイルブックを出させていただきます。ジョニシルエです。え、今回は期待していいんですか。あ、でもちょっとあれですね、スタイルブックにおしゃれ、ね、おしゃれな感じ、おしゃれな感じですか。スタイルブックですからね。スタイルブックにももう、あー、楽しみ、あー楽しみ、はい、あー、すごい、うるさいのがもう嵐のように過ぎ去っていった。うわー、これがチーム M です。はい、怖っ、うるさかったな。仲良しいいですね、本当にありがとうございます。じゃあちょっと読みます。順位、13位カバブさん、ありがとうございます。12位トップティーのおしょうさん、ありがとうございます。ピー、11位きみかちゃん、ありがとうございます。10位野原しんのすけのすけさん、ありがとうございます。9位まるるさん、ありがとうございます。8位かなっぴー、ありがとうございます。7位まるひげさん、ありがとうございます。6位もてんたいこさん、ありがとうございます。5位 B コーヒーさん、ありがとうございます。4位56さん、ありがとうございます。3位木下選手、ありがとうございます。バスケ。2位カタカタさん、ありがとうございます。1位ヨッシーさん、ありがとうございます。皆さんありがとうございました。ありがとうございます。2回公演で2回とも見てくださって、皆さんスタイルブック何回言うねんって感じなんですが、22時から発売です。特典もありますし、あのイベントもありますので、ぜひチェックしてください。22時から。ありがとうございます、来てくださって。また来てください。バイバーイ。